問題,3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から一番いいものを1つ選んでください1番。 ご飯を食べました。何と言いますか ?1、1> ごちそうさまでした。にいただきます。んどういたしまして。 2番、電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか ?1、どうもありがとう。2、2> はじめまして。3、ここ、どうぞ。 3番家へ帰ります友達に何と言いますか1行ってきます 2, 2じゃあまた3ただいま 4番、郵便局で切手を買います。何と言いますか ?1、1> 切手を買いませんか 2>, ?2、切手をどうぞ。3、切手をください。 5番友達は鉛筆がありません。友達に何と言いますか ?1、1> 鉛筆借りましょうか 2>, ?2、鉛筆使いますか ?3、鉛筆貸してください。